当時の技術とはどんなものだったのか、彫刻家のスカトリーニさんに見せていただきました。これが基本の道具。のみやヤスリだけでも何十種類もあります。最初は荒削り用ののみで大胆に石を砕いていく。そこから巧みに道具を使い分けて少しずつ形を削り出していくのです。彫刻は引き算の芸術です。失敗してもやり直しは効きません。ベルニーニの時代、ある画期的な道具が登場したのです。17世紀にはバイオリンという道具がありました。ベルニーニはこれを使うのが非常に上手で、だからこそ当時世界最高の彫刻家になれたのです。バイオリンは小さく深い穴を開けるのに有効です。のみでは叩いた衝撃で大理石が壊れてしまうからです。これによってベルニーニはより複雑な造形とより深い陰影を出すことが可能になったのです。その強烈な光と影で絵画の世界に革命をもたらした男です。ベルニーニはカラバッジョの影響を受けていたと思います。神々しいまでの光やその影がもたらす意味、さらに劇的な作品にしたいという欲求など共通点が多いのです。ではベルニーニにとっての光と影とは。画家にとって絵筆のタッチが大切であるように、彫刻における質感はとても重要です。だから彫刻家は表面の仕上げにこだわります。ベルニーニは当時新素材であったシュウ酸を使い、大理石に光沢を出していたと考えられます。シュウ酸とはタデ科の植物などに含まれる弱酸のことです。これで作品を磨くと大理石に光沢が生まれるのです。比べてみるといかがでしょうか。ベルニーニは大理石彫刻において強い光と影のコントラストを獲得したのです。1671年、ルドヴィカ・アルベルトーニが複写に列せられたことを記念してベルニーニに彫像制作の依頼が舞い込みます。